こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついに動き出したリチウムイオン電池との組み合わせ潜水艦。そう、竜型潜水艦11番艦オウリュウだ。静粛性でも群を抜いてトップとなる。もちろん理解できるだろうが、電気とモーターで音はほとんどでないとされる。いよいよオウリュウ潜水艦が海上自衛隊に引き渡された。2020年3月5日のことだ。これで5基地に向かいつつ訓練を繰り返し、潜水艦自体も鳴らしていく。この時リチウムイオン電池の威力を知ることになる。潜航時、静止状態では音は出ないだろう。今までの潜水艦よりも一段と静かになる。もう一つ、いざという時のハイパワーを一気に使うこともできる。それがリチウムイオン電池の特徴となる。まだ日本だけが採用しているこの AIP 機関だが、周辺国でも検討には行っている状況。台湾へも提供などいろんな情報が流れている。台湾にはぜひ、米国の力を借りて、一刻も早く潜水艦を建造してほしいものだ。豪州についてはまだまだ進んでいない。その進まない豪州へ提供できただろう非凡だが、最後の最後で、普通を選んだ豪州には、今後進まない事態へと発展。こんなはずではと後悔か。少し説明していこう。フランスがオーストラリアの原子力潜水艦の建造国に選定されたのが2016年のことでした。この選定には日本、ドイツ、フランスが参加していましたが、日本とドイツが敗れ、フランスが選ばれたのです。しかし、それから丸3年、未だに完成していないとは、びっくりしますよね。よほど高性能な潜水艦なので製造に、時間がかかっているのとも思われますが、本当はどうなのでしょう？フランスも、これほど時間がかかるとは予想もしていなかったのでしょう。自分たちの技術力を過信していたとは思えませんが。しかし、この原子力潜水艦が完成しないと、一般的な通常動力型潜水艦も作れないということが大変なネックになっているのです。というのは、フランスが作る予定の原子力潜水艦の駆動部分を通常動力型の潜水艦に変更するという提案でオーストラリアからの購入を決定したからです。前提となる原子力潜水艦がまだ建造中ということであれば、オーストラリアの潜水艦は後回しになってしまいますよね。A を作り、その A を利用して B を作るという条件なのに、A をまだ作っているはずです途中という事態が発生したということでしょう。フランスもなんだかなと思いますが、もう一方のドイツも凋落が著しいようです。軍事用とはいえ、あの時代に今もバンバン使用しているアウトバーンを建設し、数多くの有料自動車産業を生み出したドイツには、現在稼働している潜水艦は一隻もありません。ヨーロッパ一と言われた工業国なのに、一体どうしたことか、と感じてしまいます。隣国であり、歴史的にも対立、友好関係を繰り返してきたドイツとフランスですが、両方とも何をやってるんだろう？と他人事ながら歯がゆい気もします。フランスが沈黙し、ドイツが下降していったこの3年ですが、この期間に進化した潜水艦があります。
それが日本の欧流潜水艦です。忘れてはいけません。欧流潜水艦は、そう、流型潜水艦の中でも最新鋭の艦です。通常動力型潜水艦でリチウム電池を搭載した潜水艦で、昔ながらのディーゼルエンジンと混合ハイブリッド潜水艦とでも表現しましょうか。日本の進化をオーストラリアはやきもきしながら見ていることでしょう。もともとオーストラリアは日本からの購入に傾いていたそうですが、政権が変わったこと、貿易額1位の中国が日本からは買うなと横やりを入れたことなどがあってフランスに変えたと言われています。ところがフランスがなかなか進みませんから、お手上げ状態です。おまけに要望を聞いてあげたはずの中国がオーストラリア近辺で何やら秘密裏に動いているらしいとの噂もあり、焦っているようです。中国の脅威に海底の忍者と称される潜水艦でもって対抗したいのに、膠着状態ではオーストラリアも困り果てていることだろうと推測されます。オーストラリアの次回の選挙で政権が交代すれば、このシナリオにも変化が訪れるかもしれません。とは言っても、フランスとの契約をなしにして、日本とは簡単にはいかないでしょう。世界的に、どの国も同じですが、フランスも経済的に苦しいはずですから、オーストラリアが契約を破棄すれば、フランスにとっては大きな損失であり、経済的にも大きな打撃となることでしょう。日産、ルノーの問題もありますし、オーストラリアが日本と契約となったら黙ってはいないような気がします。でも、一番の問題は、フランス製の原子力潜水艦が未だに完成していないことなんですけどね。完成していれば、オーストラリアの考えも違っていたでしょう。日本の技術が向上し、そう、流型潜水艦が非常に進化しました。どの国でも一体どんなものなのかと興味を抱くのは当然のことでしょうし、潜水艦という巨額の投資をするわけですから、いいものを購入したいと思うのは当たり前のことですね。そう、流型潜水艦の中でもトップクラスの有能さを誇る欧流潜水艦。その登場で防衛形態はガラッと180度変わるとも言われています。原潜並みに海底に潜んで敵を待ち伏せしたり、攻撃する戦術も可能とも思われているのです。オーストラリアへの売り込みで、中国の横やり以外で日本が落選した理由の一つに、技術の提供はせず日本で作ったものをそのまま引き渡すということが挙げられました。この点もオーストラリアは納得しなかった点です。やはりオーストラリアも将来的には自国で作りたいわけですから、素晴らしい技術を教えない日本と他の国を天秤にかけて迷ったのは事実でしょう。たかが潜水艦と言いますが、その潜水艦一隻で防衛力に大きな影響を与えることもあります。オーストラリアは防衛だけでなく攻撃も考えていたのでしょう。だからこそ技術提供を認めたらしいフランスを選びました。しかし、この3年全然進まないのですから、大きな痛手となっているはずです。翻って日本です。近年は潜水艦だけでなく護衛艦に関してもかなりの進化を見せ、様々な国に一歩先んじていると言われています。
自国の防衛力も強めていくことでしょう。こうなったら他国の潜水艦を作っている暇などないと推測されます。オーストラリアもいいところだけを話す国だけでなく、弱点もきちんと話す国とも対話も必要だったのではないかと考えてしまいます。はっきり言って日本の潜水艦は日本だけでしか作れませんということですね。